こんばんは友達についての相談なんですがプーさんプーさんリスナーさんに不快に思われる相談かもしれないので結論を先に記載するのでスルーしていただいて大丈夫ですっていう結論からお話しすると親友が「シンヤッチョさんのリアリア子」で心配です「リアルに恋してる」その格好書き書かなくて全然わかるし。 えー、親友とは中学校から仲,仲でいい時も悪い時も仲でいい時ってなんだよ昔も今も変わらず、えー、言っとくけどちなみにちなみに言っとくんだけどこの,あのタイプ相談の文章でタイプミスしてて誤字脱字がある人って大体あのクソみたいな相談してくるからね言っとくけど。 これだけ言っとく、ねうん、普通の人はああののこうなんかあのこう相談っつってあの文面をバーっと送る時にあのちゃんと読み直すね、うんこれで大丈夫かな伝わるかなっつって大丈夫かなっつって、うん、それをやってない証拠なんでね、えー、あのえー、ま,あすませんね、<laughs> でえっ、ー、と親友とは中学校からの中でいい時も悪い時も昔も今も えー、変わらずいつもいつでも私を支えてくれる優しい子ですでも新やっちょさんのことになると真剣になりすぎてしまうので彼女いわく新やっちょという存在は彼女,と彼女が彼氏と別れて鬱になった時に救ってくれた救世主だそうですと。何年前かかはは定かではありませんが 新八女さんの初期の頃から見ていて架空の恋愛対象であり自分の子供のようでもありいろんな迷惑行為をしても自分の子供を見捨てられないように見捨てることはできないというのですと過去、えー、彼女は独身なので子供のことはもしそうだったらという意味ですとちょっとよく分かんないけど、えー、彼,女とし彼女は新八女さんに何があるん何を言ってんの、うん、彼女はは独身なのので子供のことは もしそううだったらという意味ですその格好がくちょっとよくわからないんですけどまあいいわ <laughs> えっと彼女は新やっちょさんに何かあると「今やばい見て」とか「閲覧少ないからとりあえず枠開いててほしい」「放置でいいから」と連絡があるので「起こいつ」そのくらいならとたまに見ていました私の中で一番彼女がやばいと思ったのが他配信者さんの枠で逮捕騒動の内容の時にやっちょの「 ことを擁護ししてほしい私が「凸に上がるから上がると見バレしちゃうから」と泣きながら連絡が来たこと希少凸 <laughs> には上がりましたが擁護らしい擁護もできずその後なんだか無理なことさせてごめん逮捕されて私おかしくなってたと謝罪がありましたうんこれやばいね普通にっていうか上がる方も上がる方だけどね。 ワンちゃんだってあなたお子さんいるんだからさあの変なところに上がったらさそれでロックオンされてさでそれであの特定とかされるで普通にで、えー、今回の警察沙汰のことで私は許,さな許せないからもう無理私は新八丁は頼まれても見ないから新やっちょ嫌いだよと伝えたら私とやっちょが不快な思いさせてごめんと言われたのでなんかその謝り方の感覚がなんだか理解できないと伝えました親友もプーさんファンなので 親友にプーさんの言葉聞いてもそれでもまだ好きなのと聞いても恋愛と一緒だからどんなこと言われても好きバカな盲目ファンなのは分かってるここ何年間は支援もしてないし一線は引いてるけど好きなんだと苦しんでいる親友苦しんでいますと親友も私と同じ37なのでいろいろと恋愛をしてきたのを見ているのですが親友しか勝たんと真剣な恋愛ではないように感じました。 えー、ここで書いたことは本人にも全部伝えましたプーさんに相談してもいいと聞いたらいいけど人は変えられないからほっとけで終わるかもしれないしあんたもこんな相談してしょうもないって思われるよあんたの悩みが私のことだから私にはどうしたらなんてどう,しど,こだど,どうしたら何どこだ どうだあんたの悩みが私のことだから私にはどうしたらいいかわからないでも私がリア対しない日にして私はボロクソでいいけどあんたがきつい展開になったらあんたを止めようとお二して止めさせようとするかもしれないと言われました私はプーさんに厳しく言われても他に相談できる人いないからと伝えました「心配させてごめん私をどうしてやっちょ沼からどう私どうしてやどうして?」 私どうしてやっちょのまから抜けられないんだろう今後あんたにやっちょの話はもうしないからと言われたのですが親友としては話を聞くのは全然いいけど正直否定ばっかりになるよと伝えました彼女はそれは分かってそれが普通私が普通じゃないというのですとその言葉を聞いて心配でしょうがないですと、えー、親友として彼女にしてあげることはあるでしょうか うんまた何もしないで今の彼女を見守ってあげるべきでしょうか彼女もアーカイブで聞くと思うので彼女への助言をいただけるようでしたらお願いします長々なかなかと申し訳ありませんっていうことですけれどもまあでも言ったとこで無駄じゃない正直んでまあ変な話課金してねえんだったらいいと思うよ別に全然うん周りを巻き込まなきゃだからもう正直もうあんたがやってることって あなたがさっきさっきなんだあのー、閲覧が少ないから今開いといてとかさそういうことやってるのってさあ,のあんたがやってることって何かっていうと何に近しいものがあるかっていうとあのやばい信仰宗教なんか俺もいつも言うじゃん別にあのの宗,宗教を信仰するのは別に構わないんだってそう俺は別にあんたが別に、ね、それでね自分の心が救われるんだったら別にどうぞどうぞ好きなようにど,のどんな宗教でもいいと思いますよって俺は思うんすよ。 ねそれで心が救われるんだったら。ただそれを俺に勧誘してくんのやめてっていう。俺はそれ嫌いだからっていう。俺は宗教を信仰するのが嫌いだから、そこに金を落とすつもりもないし、ね何するつもりもない。そいつのために何か、その宗教のために何かするつもりもない。だから、あのー、創価学会と一緒よ、やってること。別に、あんたが創価学会を信仰する分には、俺別に構わないと思う。別に。 何でも構わんでもそれを俺に押し付けてこないでっていうだから別にそれででまあその子その人が課金しなきゃ別に構わんじゃないっていう話なんだよねなんか無駄にこうなんか金そこに落とすとかさそういうことしなきゃ別に大丈夫なんじゃないって俺は思うけどねだったら別にねあのー、一切支援をしないっていうだから結局なんだろうね あの支援をすることってあのまあこれ何度も言ってるんだけど中途半端に支援をすることってそいつ自身が自立することを阻害してるんだよねだってそれがさもしさ自分がさどうしてもさお金稼げなくなりましたどうしようもないですってなった時にまああいつは多分死にますっていう話をするんだけどまあでも死にますって言ったところでパッ多分あいつ死なないのよ絶対無理じゃんでそうなった時にじゃあどうするかっつったらもう最終的に働くしかないんだよ じゃあ例えばなんかバーのバーテンーになるとかさ、ねえなんかちょっと耳、耳触りのいい感じの職,職種を選んでさ、ねえバーテンダーやってますとかさ、ねえなんかこうな、なんだろう、まあな,なんかそういう系のことを多分やると思うんだよ、どうせ。だそうすれば、ね飯を食えない以上、何かで金を稼げなかったら、稼がなかったら生きていけないわけだから。 だから最終的にバーテンダーやりますとかさ、キャスバーみたいなああいうところでさな、キャスバーって今なんて言うんだっけ知らないけど。うん。そう。だからそういうキャスバーみたいなああいうところの、あの、バーテンダーみたいな、なんかちょっとひ、なんか響きがいい、聞こえがいいみたいなさ、なんかそういう仕事を自分で探してやるさ、最終的に。でも結局、なんだかんだ最後の最後で誰かが支援をして、しすることによって、 ね、そうするとああなんだかんだ言って最後5ねればこうやって誰かが金をくれるっていうところをもうあいつは覚えちゃってんのよだからあいつの自立を阻害してんのよねあいつに支援することっていうのはお金と金銭的な支援をすることってだからそれって俺優しさでも何でもないと思ってるんだよ 結局だからそれがじゃあバーテンダーつってやり始めたらさ、月々安定したさ収入は得れるわけじゃん。でそれ、それプラスアルファで、じゃあなんかスパチャをもらいましたとかあの、そういう話でさ、なんかこう、YouTube の収益が少しありましたとかさ、そういうところでなんかプラスアルファのこう金銭がそこで発生すればいいだけの話であって、そういう地道にこうなんか物事を進めていくっていうことを完全にあの学ばせてないんだよね。そういう学び,学びのチャンスを阻害してるんだよね。あいつに金を送ってるやつって。 って俺は思ってるんだよ、うん、だからあいつをダメにした、えー、と一旦っていうのは俺あそこのリスナーにも責任があると思ってるっていう話ずっとよくするんだけど俺。っていうことなんだよね。でダメなことをしたらダメなことをしたで突き放す時があるっていうそのダメなことだよっていうそれで見なくするあの本当は見たいかもしれないけれどもそれをあえて見ないようにするっていうのもそれも優しさなんだよ。それも優しさ。 あ,あ、このやり方じゃ間違ってるんだっていうことを教えてあげるのがリスナーでなかったらじゃあ誰が教えてくれんのって話なわけ。だから俺の配信の場合は俺は自分のリスナーを信用してるからだから俺が何か間違えたことをやったり何やかんやしたら俺はリスナーが教えてくれると思ってるのよ。 あ、今回間違えてたな、つって。で、リスナーが、自分ところのリスナーが、今回は違う違うっていうことを言ってくれたら、そしたら俺、あ、じゃあ俺が間違ってたんだね、つ、そうか、もう,もう一回考え直してみるわっ、つって。で、考え直した結果、自分が間違ってるなと思ったら、いや、この前のこと間違えてました、ごめんなさいっていう話をきちんとするわけ、俺は。だからそこをさせなきゃいけないっていう。だから、あのー、配信ってさ、配信者だけが、配信してる側だけが作ってるんじゃないんだよ。そう。配信って、じゃあ、 この配信、俺の配信の空間、この俺のチャンネルっていうのは、ね、俺が配信を確かに撮ってるかもしれない。でもそれに対して見に来てくれる人がいるから、そこで初めて成立してるんだよ。だからみんなで作っていく場じゃないと、話になんねえって話で。それをなんか謎の用語とかです。謎のさ、こう、悲劇とか用語とかでさ、なんかこう、真実をさ、うやむやにしてるのが大の、大原誠治の、わ、大原誠治と大原誠治の囲いっていう話。だからその、 大原誠二が逮捕されたのはあんたがもう一っを担ってるんすよっていうことを分かった方がいいっていうことをねあのー、ちゃんと伝えてあげてくださいそいつにまあ俺のアーカイブを見せ,見せるでも何でもいいですけどはい俺が言えるのはそれだけでだからまあ多分それを言ったところで多分おそらくやめることはないだろうし、うん、友達もプーさんの配信を聞いてるので理解はしてると思うのですがそれも好きなんだそうですとうんだからそれも好きってことはもうあんたどうかしてるよって話うん そうでまあこれ言ったところで多分ず,ずっと変わんないだろうしねだから大原誠二が大原誠二になったのはあんたのせいだよってことあんたっていうのはそのあなたの友達ねそうあんたのせいでもあるよってことを分かっといた方がいい、うん、マジで。 そうやってあのいい時も悪い時も必ずやっちょ悪くないってことを言い出すんだからマジでだから言ったじゃん俺がよくよくこのこの例え話出すじゃんよく大原誠治が無免許運転でつ捕まった時に大原誠治の囲いどもは何つってたかっていうと大原誠治はやっちょはねやっちょは配信を盛り上げて私たちを楽しませるためにやってくれただけだからやっちょ悪くないって言ってたんだよマジでいかれてるじゃん悪くなかったらた捕まってねえんだよマジで本当頭おかしいねうん そうだからもう基本的になんか一生なんか多分そんな感じだと思うだからもう頭おかしいやつと頭おかしいやつの集いなんだよ本当にだからもう本当になんかなんだろうまあほっといた方がいいんじゃないマジでだからもう多分何言っても無駄だよその代わりもうそのなんかあの閲覧が低い時になんかこうあでもなんかこう開いてあげてみたいなこと言うやつそういうことをマジでやめさせろ本当に多分お前以外にもやってるそれうん分かんねえけどうん マジでクソ、うん、バカじゃねえのっていう話だからね。まあっていうこと。うん、だからまあ多分言ったって変わらないその人は。うん、もうほっとくしかない。不快な文章と内容で申し訳ありません。私の身の振り私の身の振り方についても反省いたします。ありがとうございました。まあまあそうっすね。うん、まあでも、うん、だからそこにもしこうまあ今後そういう協力要請があってもそこをそこを乗っかっちゃダメよあなたも。うん。本当に。そう。っていうことかな。 うん、です。っていうことでございました。